はい、全国のドラマファンの皆さん、こんばんは。のんち TV 始まります。ピースの角度は自分向き、 D のんちザワイズがお送りします。はい、今回は聞かざる恋には理由があって、の第4話、火曜日10時 TBS。 はい、今日はですね、主役は中村アンさんなのかな。中村アンさんをめぐってなんか物語が進んでいくっていうのを、あれ前回も割とそうでしたね。あれ本当だ、2話連続だな。そしてそれを、優しく、サポートする、追いかける丸山隆平さんですね。カウンセラーなんですが、なんだろう、まあ、これは恋なんでしょうね。カウンセラーならここまでしかしないけどみたいな感じでしたね。この恋もね、進んでいく感じですね。はい、そして、今日は山下美月さんね。なんかこう細いっていう感じ出しましたね。さすがな感じを、醸し出した1回ではないでしょうか。そして、川口春奈さんは今日も、いい感じですね。前回も言いましたけども、川口春奈さんは随分前からね、私はいいと思ってますんで、今回の役は本当やっと来たなっていう感じがしてますね。で最後あれでしたね、こうギュッとしてって言ってましたね。横浜流星さんにギュッとしてと、あんなことあんですかっていうぐらいね素晴らしいシーンじゃないですか。そしてね、横浜流星さんもかっこいいんでね、ギュッとするっていうね、あら名シーンまた出ましたね。冷蔵庫前のキスといいね、今回また毎回毎回こうちょっといいとこありますね。でこういい雰囲気になってるところにね、そりゃもう向井さん来ましたよ。向井さん来そうですよ。来週あたりから来るんでしょうね、ガンガンね。どっちを取るんでしょうか。もう今となっては皆さん横浜流星さん推しになってるでしょうけどもね、こっからね、向井さんがね、こういいとこ見せてくるんでしょうね。そして、夏川由衣さんね、詐欺にあったみたいでよかったですね。これでやっと毎回出るってことですよね。どうやって毎回出るのかなと思ったけど、そういうことなんですね。やっぱり夏川由衣さんいないとね、これちょっと閉まんないですからね。いや、夏川由衣さんはね、あの青い鳥って言って、あの1997年のドラマ、あの豊悦さんとね、あのドラマ良かったですからね。まだまだというか、最近夏川由衣さん見たっていう人はこれぜひ見てほしい、青い鳥っていうドラマね。名作だと思いますよ。はい、まあそんな感じで、第5話に期待を込めて、今日は終わりたいと思いますね。はい、はい、そして私、D のんちザワイズのライブが、5月21日金曜日に、5時から、有料配信ライブありますんで、下のね概要欄にね、あのチケットの買うところ載せておきますんで、ぜひお願いします。はい、5月21日金曜日、5時から8時、ぜひお願いします。そして、このチャンネルの登録、チャンネル登録と、コメントなどをいただけると嬉しいと思っております。はい、それではまたよろしくお願いします。また明日。